はい、アキレームズです。玉結のかけら全2個の場所を紹介し、隠しアチーブメント2個と豪華な宝箱を取る方法を紹介したいと思います。前提条件は、石章の石垣ギミックの完了と、世界任務、沈玉の祝福と、その後にできる世界任務をやって、壮麗の恋を奉納できる状態まで進める必要があります。まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。今は石章の石垣ギミックをクリアすると入ることのできる部屋に立っていますが、奥に見える緑色のもののところで玉結のかけらを2個使うと別の空間に移動でき、そこで隠しアチーメント2個と豪華な宝箱を取ることができるということになっています。1つ目の玉結のかけらを取りに行きます。石章の石垣の西にあるワープポイントにワープしていきます。ワープポイントに到着したら後ろを振り返って北東方向に向かって進んでいくと建物がありますので近づいていきます。建物のところに玉結のかけらがありますが、この場所は前提なしで取ることができます。沈玉の祝福で近くを通るので取っている人が多いと思います。回収したら次は石棒台の地下に向かっていきます。2つ目の玉結のかけらを取りに向かいます。石棒台の地下にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って北西方向に進むと玉結のかけらが落ちていますので拾っていきます。この場所に来るためには沈玉の祝福の後にある世界任務をやる必要があります。回収したら次は石章の石垣近くの四天神像に向かっていきます。玉結のかけらを使いに行きます。石章の石垣近くの四天神像にワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って東方向に向かって進んでいきます。遺跡騎兵のいるあたりを通り過ぎて階段を登って進んでいきます。航路のあるところまで来たら左に曲がって石章の石垣ギミックをクリアした時に入った建物の中に入っていきます。部屋の中央にある緑の浮いているものに近づいて古き玉結を選びます。しばらく会話が続いた後、玉結のかけらを2個入れる画面になりますので入れていきます。玉結のかけらを2個入れるとムービーが少し入ります。ムービーが終わって動けるようになったら浮いているものに黄色いマークが出ますので線引きを使います。線引きを使うと別の空間に移動していきます。動けるようになったらまっすぐ進むと壁画に黄色いマークが出ますので線引きを使うとアチーメントを達成できます。壁画の苔が消えるとさらにアチーメントを達成し豪華な宝箱が出ますので取っていきます。廃墟の物語はこの部屋の壁画を見ると達成できます。壁画のベールは新玉の祝福で見る3つの壁画に加えてこの部屋の壁画を見ると達成できます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、コエラボも見ていただけると嬉しいです。